セン・サバドフ。危険度2、ウクライナの芸術家であるアーセン・サバドフ氏は、なんと本物の解剖死体を使ってアート作品を作っている。検索するとアーセン氏のアート作品を掲載したサイトがヒットするが、どの作品もかなり衝撃的である。母さんです。危険度1、アニメ機動戦士 V ガンダムの36話におけるセリフに関する情報がヒットする。主人公の母親が敵を倒した際に後ろの戦艦にぶつかり、母親ごと爆散してしまう。さらに次のシーンではヘルメットに入った母親の生首が出てくる。母さんです。サイドショーへようこそ。危険度3、検索するとニコニコ動画のサイドショーへようこそ。フリークショーという動画がヒットする。前半は見せ物小屋のポスターやチラシなどを紹介しているのだが、後半からは実際の奇形の動物の画像が出てくるため注意。ちなみにタイトルのサイドショーまたはフリークショーとは、海外での見せ物小屋のことを指す。ダークエナリ。危険度1、エナリとは、当時販売していたおもちゃの CM に出演していたテンションの高い子役の愛称のこと。某俳優は関係ない。検索すると、そのエナリの顔がシンメトリーになった画像が大量にヒットする。人によっては非常に不快に感じる可能性があるため注意。内容がない。ダウンタウン。危険度1。内容が全くない水曜日のダウンタウンという動画がヒットする。内容は最初に悲鳴とともにスタジオにいる全員の顔が揺れ動き、その後ダウンタウンの松本人志と舌の長い女性が揺れ動きながら覚醒剤のような白い粉を舐め続けるシーンが映る。その後松本と田村健二が韓国語を話し始めたり、数秒ほど北朝鮮の国旗が映ったりと極めて意味不明な動画となっている。バージャー病。危険度3、閉塞性血栓性血管炎とも呼ばれる病気についての記事がヒットする。主な症状では神経症状、血行不良、指の壊死などがあり、最悪の場合手足の切断手術が必要となることもある。主に20から40代までの喫煙者に感染することが多く、患者の9割は男性だそうだ。タバコを吸うことにより全身の血管が収縮し、バージャー病の患者がタバコを吸うことでもともと細い血管がさらに収縮し、血液の循環を悪くするのが理由だそうだ。画像検索すると、バージャー病に罹患したことによって手足が壊死した人の画像がヒットする。マーボーナス。逆再生。危険度1、味の素の商品。コックドゥーマーボーナスの CM を逆再生した動画がヒットする。もともとの CM が大口を開けてマーボーナスを食べているものであり、逆再生すると大口を開けているのも相まってリアルに嘔吐しているように見える。ヤギの舌。危険度3、ヤギ攻めというヤギを使った恐ろしい拷問についてのサイトがヒットする。まず、罪人を拘束して、足の裏に塩水をかける。そこにヤギが放たれ、ヤギは足を舐め始める。最初は罪人もくすぐったいと思うだけなのだが、ヤギの舌はヤスリのような構造でできており、次第に皮膚が裂け、血が流れてゆく。慢性的に塩分不足のヤギは、塩が含まれているものならば永遠に舐め続ける習性を持つ。そのため、罪人の足の裏がそげても、骨がむき出しになっても、拷問の執行人が止めるか、罪人の血がなくなるまで拷問は終わらない。ライケンス。危険度4、インディアナの犯罪史上で最も恐ろしい犯罪と言われるシルビア・ライケンス事件の記事がヒットする。1965年、アメリカのインディアナ州でガートルード・バニシェフスキーといううつ病持ちの36歳の女性が、旅芸人一座の娘、シルビア・ライケンスという16歳の女の子を引き取り、
自身の子供とその友人たちと共にシルビアに暴行、虐待、拷問、折檻を加えて殺害した。同じ人間とは思えないような仕打ちを行ったという、この事件を元にした映画、アメリカンクライム、隣の家の少女があるが、胸クソ悪い映画として知られている。ワールドカップ、韓国、2002、危険度2、2002、FIFA ワールドカップにおける韓国サッカー代表の噂がヒット。本大会では誤審、審判買収問題が話題を集め、特に開催国であった韓国の試合において、多数の疑惑の判定が発生し、対戦相手のゴールの取り消しや不当な退場が起こった一方、韓国選手の常軌を逸したラフプレーに対してはカードはおろか、ファールを取られることもなかった。A child's family drawing. 危険度3、検索すると A child's family drawing という動画がヒットする。動画の内容は、最初は平和に見えるが、両親の顔が不気味になり、それから男児と女児が両親から虐待を受け、女児は神様に祈るが、神様は子供を見放し、不気味な両親の顔で埋め尽くされる。そして男児は首を吊った。その後に赤ちゃんの画像が表示され、赤ちゃんの画像にブツブツができ、ノイズが流れ、ゴスズキ星の画像と絵文とともに動画は終了する。Jack Huddleston Zine 危険度4、検索すると Jack Huddleston という人物が作った本の写真の切り抜きを載せたサイトの記事がヒットする。そのサイトに入るといきなりショットガン自殺をして死亡した人の死体や顔がえぐれてる画像など多数閲覧できてしまう。たくさんの写真はゲージであったハドルストーン氏が趣味で集めたものらしい。何を意図して作られたのかわからないが、閲覧には注意すること。サドワールド、危険度2、同名の YouTube チャンネルがヒットする。このチャンネルの動画の多くはサイケデリックな映像が流れる。特に動画の最初と最後はとてもサイケデリックであることが多い。音量の上下が激しいので音量には注意。年齢制限が設けられている動画やサムネイルが不気味な動画もある。01A51CD0、危険度3。検索すると同名の YouTube チャンネルがヒットする。投稿者やチャンネルの正体については不明。投稿されている動画は、どれもタイトルと説明文が上下逆さまの英語で、内容は一部を除いてノイズ音とともに不気味な映像が流れるというものばかり。また、動画によってはハエやオジがたかっている動物の死体が映ったり、突然大音量で悲鳴が流れるものもあるので注意。